2024年冬の東京夜景とともに輝くナンバーアンダーライン愛、その成功までの波乱万丈のストーリー。ナンバーアンダーライン愛の音楽と社会貢献、希望をテーマに世界中のファンを魅了。2024年のある冬の夜、東京のビル街を見下ろすと、明るく照らされた広告塔に輝く文字が目に飛び込んできた。それは、ナンバーアンダーライン愛という名前だ。この名前を見て、 多くの人々が彼らの音楽や活動を思い浮かべるだろう。ナンバーアンダーライン愛は、かつてのアイドルグループから独立し、今や世界中の注目を浴びる存在となった。その過程には数々の困難と挑戦があったが、彼らは決して諦めず、自分たちの夢を追い続けたのである。彼らが所属していた前の事務所では、制約が多く、海外進出は夢のまた夢だった。だが、 彼らはその状況に満足せず、新たな道を模索し始めた。そして、ついに自分たちの道を切り開く決意を固め、新しい事務所に移籍することを選んだ。この決断は彼らにとって大きなリスクであり、多くのファンや関係者からも賛否両論があった。しかし、彼らは信念を持ち続け、自分たちの音楽を世界に届けるために全力を尽くした。移籍後、 ナンバーアンダーライン愛は数々の困難に直面した。新しい環境に適応するためには、多くの努力と時間が必要だった。彼らは自分たちの音楽をより良くするために、日々研鑽を積み重ねた。特に、彼らのリーダーである平野翔は、常にグループを引っ張り、メンバー一人一人の個性を最大限に引き出す努力を惜しまなかった。その結果、彼らの音楽はますます進化し、 多くのファンから絶大な支持を得ることができた。2024年の初頭、彼らはついに世界的な音楽フェスティバルであるコーチェラに出演する機会を得た。この出来事は彼らにとって一つの大きな節目となった。コーチェラでのパフォーマンスは大成功を収め、世界中の音楽ファンから高い評価を受けた。この成功は彼らの努力の結晶であり、これまでの苦労が報われた瞬間だった。その後も、 ナンバーアンダーラインイは精力的に活動を続けた。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントではなく、深いメッセージと感動を伝えるものとなっていた。彼らは自分たちの経験や感情を歌に込め、多くの人々の心を動かした。特に、希望というテーマを中心に据えた楽曲は、多くの人々に勇気と希望を与えた。彼らの音楽は、人々の日常に寄り添い、 困難な状況に立ち向かう力を与える存在となった。また、彼らは音楽だけでなく、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいた。例えば、彼らは教育支援や環境保護活動に参加し、自分たちの影響力を社会のために役立てる努力をしていた。彼らのこうした姿勢は、多くの人々から称賛され、さらなる支持を集める要因となった。このように、 ナンバー・アンダーライン・アイの成功は単なる偶然ではなく、彼らの努力と情熱の結果である。彼らの姿勢は、多くの人々にとっての模範となり、夢を追い続けることの大切さを教えてくれる。そして、彼らの物語は、これからも多くの人々に感動と勇気を与え続けるだろう。ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーは、それぞれが異なる個性と才能を持っている。例えば、 平野翔はそのリーダーシップとカリスマ性でグループを牽引し、神宮寺雄太はその繊細な感性と深い洞察力で楽曲制作に大きく貢献している。また、岸優太はその情熱とエネルギーでパフォーマンスを盛り上げ、ファンを魅了している。これらの個性が絶妙に調和し、ナンバーアンダーライン愛の独自の魅力を生み出しているのだ。彼らの音楽は、ジャンルやスタイルを超えて、多様なリスナーに受け入れられている。 彼らは常に新しいサウンドや表現方法を模索し、音楽の可能性を広げている。その結果、彼らの楽曲は多くの音楽ファンから高く評価され、様々な音楽賞を受賞するまでに至った。彼らの成功の秘訣は、何と言ってもその絶え間ない努力と創造性にある。彼らは常に自分たちの限界に挑戦し、新しいアイデアやコンセプトを追求している。例えば、彼らの最新アルバムでは、 テクノロジーとアートの融合をテーマに掲げ、斬新なビジュアルとサウンドを取り入れた。この試みは、多くの音楽評論家からも高く評価され、彼らの革新性と独自性が再認識された。また、彼らはファンとの交流を大切にしている。ライブパフォーマンスや SNS を通じて、ファンとの絆を深め、共感を呼ぶメッセージを発信している。彼らのこうした姿勢は、多くのファンからの支持を集め、 彼らの音楽ががさららに広るる要因となっている彼らの成功は、単なる音楽活動にとどまらない。彼らはその影響力を生かし、さまざまな社会問題にも取り組んでいる。例えば、彼らは環境保護や人権問題に関するキャンペーンを行い、多くの人々に対して啓発活動を行っている。彼らのこうした活動は、多くの人々に影響を与え、社会全体にポジティブな変化をもたらしている。 これからも、ナンバーアンダーライン愛はその音楽と活動を通じて、多くの人々に感動と希望を与え続けるだろう。彼らの物語は、夢を追い続けることの大切さを教えてくれる。そして、彼らの存在は、多くの人々にとっての希望の象徴となり、これからも多くの人々を魅了し続けるだろう。彼らの活動がどのように発展していくのか、私たちは大いに期待している。 彼らの挑戦はまだ始まったばかりであり、これからも多くの驚きと感動をもたらしてくれることだろう。彼らの物語を見守りながら、私たちもまた、自分たちの夢を追い続ける勇気を持ち続けたいと思う。彼らの成功は、私たち一人一人にとっての希望の投下であり、その輝きはこれからも消えることなく、多くの人々の心に灯り続けるだろう。このようにして、ナンバーアンダーライン愛の物語は続いていく。 彼らの音楽と活動を通じて、これからも多くの人々に感動と希望を与え続けることを願ってやまない。そして、彼らの存在がこれからも多くの人々にとっての希望の象徴となり、私たちの心に深く刻まれていくことを確信している。彼らの成功は、時間をかけて築かれたものであり、一夜にして成し遂げられたものではない。彼らは日々の努力と継続的な学びを重ね、少しずつ自分たちのスキルを磨いてきた。 平野翔は、リーダーとしての役割を果たしながらも、自らのダンスや歌唱力を向上させるために時間を惜しまず練習を続けた。また、神宮寺優太は作曲や編曲の技術を習得し、グループの楽曲制作において重要な役割を担うようになった。岸優太はその熱意とエネルギーを持って、ステージパフォーマンスを常に新鮮でエキサイティングなものに保ち続けている。彼らの音楽は、単に聴くだけでなく、 その背後にある物語やメッセージにも注目されるようになった。例えば、彼らの代表曲、「希望の光」は、困難な状況に立ち向かう勇気と希望をテーマにしており、多くのリスナーの心に響いた。この曲は、彼ら自身の経験や感情が込められており、聴く人々に深い共感を呼び起こす。彼らの音楽が多くの人々に愛される理由は、その真摯さと誠実さにあると言えるだろう。さらに、 彼らはライブパフォーマンスにも力を入れている。ライブは彼らにとって、ファンとの直接的な交流の場であり、自分たちの音楽を全力で伝えるチャンスでもある。彼らのライブは、常に観客を魅了し、エネルギッシュで感動的なパフォーマンスが評判を呼んでいる。特に、観客との一体感を大切にし、ライブ会場全体が一つになる瞬間は、ファンにとって忘れられない体験となっている。彼らの成功には、 ファンの存在も大きく寄与しているファンは彼らの音楽や活動を支え、励まし続けてきた。その絆は強固であり、彼らはファンの期待に応えるべく、常に全力を尽くしている。彼らは SNS やファンイベントを通じてファンとのコミュニケーションを大切にし、ファンの声を直接聞くことを重視している。こうした姿勢が、彼らの人気を支える大きな要因となっている。 彼らの活動は音楽だけにとどまらず、俳優業やモデル業など、多岐にわたる分野で活躍している。これにより、彼らの存在はますます広がり、様々なメディアで彼らの姿を見ることができるようになった。彼らの多彩さは、単に一つのジャンルにとどまらない広がりを見せ、多くの人々に影響を与え続けている。さらに、彼らは社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。例えば、 彼らは教育支援プロジェクトや環境保護キャンペーンに参加し、自分たちの影響力を社会のために生かしている。彼らのこうした活動は、多くの人々にとってのロールモデルとなり、社会全体にポジティブな影響を与えている。彼らのメッセージは、単なるエンターテインメントを超えて、人々に行動を促す力を持っている。彼らの未来は明るい。これからも新しい挑戦を続け、さらなる高みを目指していくだろう。 彼らの音楽は進化し続け、その影響力はますます広がっていくことだろう。そして、彼らの物語はこれからも多くの人々に感動と希望を与え続けるに違いない。彼らの存在が、私たちにとっての希望の灯0であり、その輝きはこれからも消えることなく、多くの人々の心に灯り続けるだろう。彼らの成功の背後には、常に自分たちを支えてくれる人々の存在がある。家族、 友人、スタッフ、そしてファン。彼らはその支えを受けながら、前に進み続けることができた。彼らはその感謝の気持ちを忘れることなく、これからも努力を続けていくだろう。そして、その努力はきっと、さらなる成功と感動をもたらしてくれるに違いない。これからもナンバーアンダーライン愛の物語は続いていく。彼らの音楽と活動を通じて、 これからも多くの人々に感動と希望を与え続けることを願ってやまない。そして、彼らの存在がこれからも多くの人々にとっての希望の象徴となり、私たちの心に深く刻まれていくことを確信している。彼らの物語を見守りながら、私たちもまた、自分たちの夢を追い続ける勇気を持ち続けたいと思う。彼らの成功は、私たち一人一人にとっての希望の灯下であり、その輝きはこれからも消えることなく、 多くの人々の心に灯り続けるだろう。彼らの音楽と活動がこれからも進化し続けることを期待し、その成長を見守りながら、私たちもまた、自分たちの夢を追い続ける勇気を持ち続けることができるだろう。ナンバー・アンダーライン・アイの物語は、終わりのない旅のように、これからも多くの感動と驚きをもたらし続けるだろう。そして、その旅路の中で、 彼らはさらに多くの人々に希望と勇気を与え続ける存在であり続けるに違いない。